こんにちは、中野にある中野中華菜のオーナー宮田俊介です。今日は、ご家庭で簡単にできる、中国の家庭料理、牛肉とトマトの炒め物を作っていきます。よろしくお願いします。では使う材料ですね、シンプルです。トマトと牛肉と玉ねぎですね。トマトは今日は、フルーツトマトを使ってますけど、普通のトマトでも大丈夫です。今日は小さいものを3個使いますので、2個は串型、1個は、粗みじんに切ってください。メインの牛肉ですね。牛肉は、すき焼き用とかのスライスのものを使ってください。あと玉ねぎですね。玉ねぎは、こんな感じで細切りにしていただければ大丈夫です。はい、あとはニンニクのみじん切りですね。以上になります。じゃあ作っていきます。まず冷たいフライパンに油を大さじ2杯で、ここにニンニクのみじん切り小さじ1ですね入れます。で、ここで火をつけます。火は、中火です。まず、冷たい状態から徐々に温度を上げて、ニンニクがこう反応してプチプチ音がしてくるまで炒めてあげます。ニンニクの香ばしい香りがしてきますね。こうやってプチプチシュワシュワ反応しだしたら、細切りにした玉ねぎですね。玉ねぎを入れます。はい、玉ねぎを入れます。で、軽く炒めて玉ねぎに火を通していきます。はい、まだここから炒めていくので、この段階で完全に火を通す必要はないです。次に、湯むきして粗みじんにしたトマトを入れます。はい、トマトから水分が出ますので、その水分で炒めていきます。少しトマトを潰すような感じでも大丈夫です。玉ねぎに透明感が出て少ししんなりしてきましたら、牛肉ですね、先ほどのスライスしたものを入れます。はい、でここで牛肉に火を通していきます。ゴムベラが使いにくかったらお箸でこうほぐしてもらっても大丈夫です。まだお肉が少し赤い状態の時にくし切りにした、トマトも入れます。はい、で少しトマトを温めてあげる感じですね。で、ここでお醤油大さじ2杯ですね入れます。で、醤油とトマトを絡めていく感じです。で、一度味見してください。トマトの糖分とかそういうので、ちょっとここで味の微調整が必要です。今日はフルーツトマトを使ったのでそのままで大丈夫なんですけども、もしもここで少し、トマトの酸味が立っているようであれば、砂糖を一つまみ加えてください。はい、で、ごま油仕上げに少し香り付けに垂らしてあげて完成です。はい、でこちらで、牛肉とトマトの炒め物の完成です。簡単ですので、ぜひ作ってみてください。